今日午後、北見で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。住人の男性と連絡が取れておらず、警察が確認を進めています。火事があったのは北見市ルベシベ町朝日東の木造2階建ての住宅です。午後1時前、近くに住む人から1階と2階から炎と煙が出ていると消防に通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で住宅は全焼し、焼け跡から性別や年代がわからない1人の遺体が見つかりました。この家には70代の母親と50代の息子が2人で住んでいて、母親は外出中で無事でしたが、息子とは連絡が取れていないということで、警察が遺体の身元確認を進めています。